トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、モトローラの HX30 を入手したのでレビューしていきたいと思います。このですね、モトローラの HX30 なんですが、世界初のですね、スナドライト J1 搭載というところが、最大の特徴になってまして、他のスペックはですね、 6.7 インチの有機 EL の 144Hz のディスプレイであるとか、あとですね、カメラの方もちょっと特徴的になってまして、50メガピクセルのメイン広角マクロに対して、あとですね、セルフィーカメラがなんと60メガピクセルという形になってます。で、もう一つはモトローラの端末、モノラルスピーカーが非常に多いんですけど、今回ですね、このハイエンド端末でさらにステレオスピーカー、ドルビーアトムス対応ってところが、今回非常にモトローラの端末としては注目ポイントかなと思います。あと、充電は 68W、 あと、こういったハイスペックでありながらも 200g を切る、軽量っていうところが非常に良いところかなと思います。今回購入した端末なんですけど、最上位のスペックの 12GB、256GB のメモリの構成で約6万1000円で購入しました。それではですね、もう早速開封していきたいと思います。はい、梱包品の方はですね、開けてみると、充電器と USB-C ケーブルとマニュアルと SIM ピン、あとですね、珍しくモトローラの端末ケースの方はいつも本体についた状態が多かったんですけど、今回ケースは外れた状態で、透明のケースが付属しているという感じになっています。一般的な構成ですね。充電器の方はですね、Type-C のコネクターで、先ほどの 68W 充電という形になってます。ケースの方はですね、こんなような形になってます。かなりクリア感があるかなと思います。サイド面は艶消しという形になってます。それではですね、本体の方のデザインをチェックしていきたいと思います。はい、こちらの方ですね、開けた感じ、今回色はですね、黒のちょっとグリーンっぽいですね、非常に不思議な感じの色ですけど、どうでしょうか。デザインの方は結構色合いがですね、すりガラス調になってるんです。光り方がですね、七色っぽい感じでちょっと変わった感じですね。質感非常にいいかなと。触った感じはなんかサラサラとツルツルの間ぐらいな感じですね。と、画面面はこんな感じでですね、トップ面はこんな形、スピーカーはここについてますね。サイドは音量と電源、反対側はGoogle アシスタントボタン、ボトム面はスピーカーと新品という形ですね。持った感じは 194g なので非常に軽いというような印象です。持ちやすさもですね、ラウンドフォルムなので非常に持ちやすい、なかなかフィット感はいいですね。画面のフィルムの方も最初から貼ってあるような形になってます。あとですね、本体のデザインを過去機と比べると H20、 これ HS Pro なんですけど、ここですね、モトローラのロゴが今回新たに追加されるような形になってます。カメラの方なんですけど、メインカメラは50メガピクセル、広角とマクロ兼用も50メガピクセル、あと深度カメラは2メガピクセルという形になってます。あとセルフィーの方ですね、こちらの方が60メガピクセルという形で、かなり高性能なカメラを搭載しています。カメラの厚みはですね、もう見た感じかなり抑えられていて、見えますかね、2ミリない形で結構薄型なので、非常にいいかなと思います。カメラのこのデザインはですね、ちょっと丸っぽい感じは若干硬派のモトローラにしてはこれ好みがちょっと分かれるようなデザインかなと思います。ちょっとケースの方をつけてみたいと思います。カメラの出っ張りのところはもともと薄型なんですけど、特に問題なくガードはできてるかなと思います。重さの方はですね、本体は194に対して195、ケースをつけた状態では214という形になっているので、スペックの割には比較的軽量かなと思います。モトローラのですね、端末、前回の H20 であるとか HS Pro では 144Hz でタッチ抜けが発生していたので、今回タッチ抜けが発生しないかもチェックしておきたいと思います。現在ですね、ディスプレイの設定が 144Hz になっています。まずツイッターの方ですね、ちょっと見てみたいと思います。特に今見た感じでは、若干抜けてる感じもするけど大丈夫そうな感じですね。 YouTube の方もちょっと大丈夫そうな感じがするんですけど、なんか少し抜けてる、たまに抜けてる感じが一瞬だけしますね。なんか若干抜けあるけど、前よりは改善してるという感じですね。ディスプレイの発色と視野角の方もチェックしたいと思います。発色の方はですね、 Mi11 と比べてもそんなに悪くないです。白の色に関しても真っ白という感じですね。角度をつけると若干
X30 の方は青く見えるかなという感じですね。特に視野角の問題はないかなと思います。はい、それではですね、スピーカーのテストをしていきたいと思います。今回のですね HX30 なんですが、モトローラの端末にしては珍しくステレオスピーカー搭載になってまして、ドルビーアトモス対応という形になってます。端末の方のスピーカーなんですけど、まあ、こちらの方と通常こちらの方についているもの多いんですけど、 X30 のはここのところにスピーカーがついているという形になってます。で、比較のスピーカーなんですけど、 Mi11 のハーマンカートンですねのスピーカーを比較対象として使っていきたいと思います。はい、それではですね、比較していきましょう。まずはモトローラの X30 の方から鳴らしていきたいと思います。結構クリアですね、ステレオスピーカー。次はMi11の方を鳴らしてみます。Mi11 の方は結構クリアさがあるんですけど、 X30 の方ですね、結構低音も結構鳴ってるかなと思います。ちょっとですね、スピーカーの周波数特性の方もチェックして比較してみたいと思います。こちらの方がですね、スピーカーの周波数特性の比較結果になります。下が Mi11 でして、この青い点線がですね Mi11 の性能なんですが、上が X30 の周波数特性に重ねているというような形になる。まあ、結果として周波数特性的にはですね、若干 Mi11 に比べて、まあ、この辺低域が劣っているとかっていう面もあるんですが、高域が少し超えている面があるということで、まあ、じゃあこの辺もちょっと劣っているんですが、まあ、基本ほぼ互角かなと。あと音質に関してはまあ若干量感があるっていう面と、まあ、Mi11 は音質に関してまあ筐体をうまく使っている面があるので臨場感と艶があるところで、まあ、若干音質の特性はスピーカーとしてはちょっと違うかなという感じになっています。それではですね、暗殺ベンチマークを行っていきたいと思います。今回ですね、比較対象として Mi11 の888と比較していきたいと思います。こちらが X30、 こちらが Mi11 という形になってます。スタートの CPU 温度はそれぞれ X30 が33度、 Mi11 が35度という形になってます。それではスタートします。見た感じですね、やっぱしサナドラ 8J1 の方が かなり滑らかですね。満足では100万点以上出るっていうふうに言われてます。で、比較の動画なんですけど、コミュニティの方にですね、フルで流したものを置いておきます。今回ですね、こちらの方の動画ではカットして結果だけこの後見せていきたいと思います。はい、結果の方出ました。もう値がですね、思ったより低くて、まあ、30度スタートっていうこともあるかもしれないですけど、こちらの方8度上昇ですね。同じく888の方も32度スタートで8度上昇という形で、まあ、88万点と75万点という形になってます。まあ、それぞれの値を比較すると、まあ、GPU 性能が大きく上がってるってところですね。まあ、逆にここ CPU 性能が今見て分かったんですけど、888の方が高いというところがちょっと意外ですね。これは多分ですね、おそらく CPU の方がスロットリング制御であんまりパフォーマンスが今出てない可能性があるかなというふうに思いました。あとですね、これだけだと本当のアンツツベンチマークの性能が分からないので、温度を高い時にどうなるのか、低い時にどうなるのかっていうのを詳細分析をこの後したいと思います。今回の X30 なんですが、トナドラ 8J1 の最大の特徴である100万点超えというところなんですが、まあ、何回かですねアンツツベンチマークを回して、この
低温時ですね、20度ちょいぐらいの温度から回せば100万点ぐらい出るという形になってます。でそれ以上になるといきなりこう性能がガタッと落ちるような形で、だいたい85万点ぐらいの性能というような形になってます。まあ、これでもですね888の最大性能を超えているっていうところで、実用性能としてはまあ十分かなと。で下の青いところはですね、今回の比較に使った Mi11 の性能で、まあ、こちらの方は78万点から75万点ぐらいという形になっています。まあ、今回の X30 に関しては、まあ、特徴としては GPU 性能が非常に高いというところがポイントです。次はですね、その GPU 性能に直結する 3D マークの性能結果がこちらになってます。で 3D マークの結果としては、今回ですねかなり発熱が発生しまして、まあ、最大温度として画面面の発熱がですね 57.8 度という非常に高い温度になってます。まあ、それに伴ってですね、最高性能は1万点を超えるところに対して、実際の性能がですね、このグラフを見ていただけると分かるんですが、まあ、どんどん発熱に伴って性能が落ちていって、最終的には6万6000点ぐらいになると。なので安定性も 66% ですね、約 70% ぐらいしか出ないというところで、まあ、この辺は熱に対してかなり冷却設計が非常に良くないかなという形になっています。で Mi11 とか HS プロと比較すると、こちらの方は約4000点という形になるんで、熱に対して性能が落ちやすいんですけど、まあ、1.5 倍の性能は出てるってところが、今回のソナドライト Gen1 としては 3D 性能が高いというところではポイントかな。あともう一つですね、 3D 利用時のバッテリー消費が結構激しいので、まあ、原神とかそういったゲームをするときはバッテリー持ちがおそらく非常に悪い状態になるかなというふうに思います。次はですね、そのバッテリー持ちの結果になります。 PC マークのバッテリーライフ回した結果なんですが、まあ、こちらの方6時間12分という形でかなり、悪い値が出てます。で前にですね、マトローラーの端末で H20 とか HS プロ回した時も同様だったんですけど、マトローラーの端末ですね、このベンチマーク回した時に CPU が常にこう 100% のクロックで動いているので、スコア自体は今回も1万8000点という すごいスピード性能が出てるんですけど、まあ、一方でスコアはバッテリー持ちとしては非常に悪い結果になります。ある意味 2D の性能としては最高性能で回せば、まあ、これぐらいの性能は出るんですけど、これよりも悪くなることはないかなと思います。ただまあトータルで見れば、今回の CPU に関してはバッテリー持ちはいいとは言えないという風になるんじゃないかなと思います。次からですね、カメラの、性能について見ていきたいと思います。今回の HX30 に搭載されているセンサーですね、メインカメラのセンサーなんですが、オムニビジョンの OV50A というセンサーを搭載します。まあ、このセンサー自体はですね 8K30fps で、まあ、50MP、 あと画素サイズもですね1マイクロという形で、非常に、まあ、スペックとしては結構いいかなと。で標準モードの時はクワッドピクセルで 12.6MP で2マイクロメーターのピクセルサイズなんで、この辺も結構スペックとしてはいいかな。で比較ですね、今回 Mi11 で比較したんですが、こちらの方はサムスンの HMX で、まあ、より性能が高いセンサーサイズという形になってまして、画素サイズは 0.8、 標準モードの時も 1.6 マイクロで 27MP という形になってます。で今までモトローラの端末は 108MP で、こちらのですねさらに安いセンサーを使ってたんですが、まあ、今回はこのオムニビジョンのセンサーが、まあ、スペック的にはこうなってるんですけど、まあ、画質がどうなるのかっていうのは、まあ、注目ポイントかなと思います。あとスナドライ 8J1 ですね、のですね ISP も結構いいので、まあ、それと組み合わせてどういった画質が生み出されるのかっていうのは注目ポイントかなと思います。でまずですね、今回の X30 の撮影モードを確認したところ、スナドラ 8J1 自体は 4K60 とかに対応してるんですがですね、今回ですね撮影モードを確認したところ、なんとですね 60fps のモードが 4K だけじゃなくてフル HD も対応してないってことが分かりました。なのでかなりこう撮影モードに関しては、動画に関しては30fps でしかどのモードでも撮影できないっていうのは、非常にこれは仕様としてはまずいかなと思います。まあスナドラ 8J1 のスペックをですね全く活かしきれてないとも言えるかなと。あとマクロカメラであるとかインカメラは今回60メガピクセルですごい性能が高いんですけど、まあ、この辺はなぜか 4K30fps 対応しているというような、まあ、ちょっと変わったスペックになってるんで、今回は 60fps の動画もできないというところで非常に残念なスペックになってるんですけど、このあたり
りは将来ですねちょっと改善してほしいなと思います。まあ、比較対象のミレブンの撮影モードはこちらに参考程度に載せてあります。それではですね実際に撮った画像を比較してみたいと思います。まずですねメインカメラの標準撮影モード、今回の HX30 に関しては標準撮影モード時は、まあ、比較的ピクセルサイズが大きい形で、今回ミレブンと比較すると、まあ、見た感じですね、まあ、この辺の道路の肌感とか、まあ、やっぱりミレブンの方が綺麗に細かく捉えられていて、こっち若干ボケてる感じですね。まあ、この辺はあんまり変わらない感じで、まあ、空とかもそんなに、まあ、ちょっとこう黒つぶれしてるので、まあ、ミレブンの方が、まあ、この画質に関してはいいかなと思います。ちょっとまあ画質の比較はですね個人差が結構見た感じで感じるところがあると思うので、まあ、実際ですね見ていただいてどっちがいいかなっていうのを判断していただければなと思います。次にですねメインカメラの高画素撮影、まあ、このモードの時はですねそれぞれのセンサーの最大画素を使って、ミレブンは108メガピクセルに対して X30 は50メガピクセルを使って撮影するという形になります。まあ、先ほどのように、実際に捉えた画像はパッと見ですねこの辺はなんか X30 も結構綺麗に撮れてるんですけど、この細かいところで実際拡大してみるとこの看板ですねやっぱし画素数が低い分だけあって、ミレブンに比べたら文字が潰れてるっていう形で、まあ、高画素撮影に関しても、まあ、50メガピクセル分の、映像は出てはいるんですけど、ミレブンと比べるとちょっと負けてしまうかなという感じですね。次に広角カメラ、今回は広角カメラもですね50メガピクセルでサムスンのセンサーを積んでるという形になってます。スペックとしてはかなりミレブンよりですねかなり性能がいいので、ここは広角カメラとしての性能を非常に期待できるんですが、まあ、見た感じどうですかね比較して、まあ、ちょっともうこれ夕暮れ時で看板とかも白飛びしてしまってますけど、まあ、これに関してはちょっとこの辺黒つぶれがありますね。非常に判断が難しい感じですけど、まあ、この辺の細かく撮られてるところを見ると、まあ、ミレブンの方がなぜか綺麗なので、ちょっと今のこのモトローラの端末、今映像処理ですね ISP を使って映像処理がやっぱしシャオミの端末に比べてうまくいってないのかなっていう感じがしますね。センサー自体はおそらくこっちの方がいいんでしょうけど、この辺もちょっと残念ポイントかなと思います。あとですねメインカメラ5倍のズームで比較した時、まあ、これ見ていただけるともう圧倒的にミレブンの方がこの辺の看板見ても切り取られているので綺麗かなと。若干ミレブンはノイズがあるに対しこちらの方はノイズがない感じになっているというところは、まあ、モトローラの方はちょっとこの辺は処理が優れているかなと思います。あと10倍撮影の時もですね、まあ、ミレブンはノイズが目立つんですけど細かく、捉えられているものに対して、X30 の方は、まあ、若干こうボケたような感じになっているという感じですね。まあ、この辺もかなりボケボケ状態になってますね。遠いところも全然よく見えないという感じなので、このミレブンの方が綺麗かなと思います。あと夜景モードですね、それぞれ夜景モードに強制的にして撮った時の画質なんですが、この看板がですねやっぱし白飛びしたっていうのはミレブンも白飛びしているし X30 の方も白飛びしているので、この辺はちょっといまいちかなというふうに思います。あと遠いところですね、遠いところはミレブンの方が綺麗に白飛びを抑えて捉えているところに対して若干この辺白っぽいですね。まあこの辺見ると綺麗に撮れてるので、どっちがどっちかないいかなっていうのはちょっと微妙な感じですね。近い場はちょっと X30 の方がいいような感じがします。あと広角カメラですね、広角カメラこのセンサーサイズを生かしてどれぐらい綺麗になるかっていう夜景モード注目ポイントですけど、なんかこの辺見れるのが綺麗ですよね。あと比較してもなんか全体的に、なんかこのセンサーサイズをもってしてもミレブンの方が綺麗っていうのはちょっとやっぱしうまく処理がいってないんですかね、モトローラの方は、ね、なんかボケてる感じですね。ちょっと課題があるかなと思います。あとマクロ撮影の方もこちらの方も X30 は広角と兼用になっていて50メガピクセルを使って撮影するので非常に高解像度なんですが、まあ、ミレブンの方は5メガピクセルで、まあ、色合いがだいぶ違う感じではありますけど、まあ同じ距離ぐらいで撮った感じでは、まあ、モトローラの方も結構いい感じかなと、まあ、細かくやっぱし撮れてるところはマクロ撮影で高画素撮影という面では X30 ですねメリットあるかなと思います。まあ、かなり近寄ることはできないっていうところはありますけど、はい、4K30fps のデブレ補正オンでの動画撮影比較していきたいと思います。
今はちょっと夕暮れ時なんで、まあ、夜景撮影ではないですけど、まあ、暗いところの撮影の参考には少しなるかなと。今回 X30 ですね、見た感じに今手ブレ補正画面上は結構効いてるように見ます。各カメラフル HD 30fps の比較をしていきたいと思います。結構ミレムの光飛びがすごいですね。広角は X30 も光飛んでますね。今以上でですね、いろいろ見てきましたが、まあ、今回の X30 をトータルで見ると、まあ、この最新のスナドライト Gen1 をですね、世界初で搭載してすぐ出たっていうところで、しかも安いってところのハイコスパですね、そこがまあ手軽に味わえるってところが、まあ、魅力ではあるんですが、まあ、一方で早く出しすぎたせいなのか、性能とか機能がですね、もう全然 Gen1 の機能を生かしきれてないっていうのはまあ最大の課題かなと。いろんな面でですね、ちょっと残念ポイントが多すぎるっていうところですね。まあ、このポイントに関してはソフト更新で期待がされるんですけど、モトローラの端末ちょっとソフト更新がどれぐらいされるかってちょっとその辺が不安ポイントかなと思います。あとですね、発熱に関してはこれはまあ要注意で、まあ、かなり熱くなると、最大性能を使うときはかなり熱くなるっていうのを認識しておいた方がいいかなと。一方で888ぐらいの性能で抑えたときは、逆に888よりも性能、発熱はですね、まあ、低いっていう形になると思うので、まあ、その辺は調整がですね普通できないので、ちょっとチューニングすれば抑えられるんですけど、普通にゲームしてる分では原神おそらくかなり熱くなってくるんじゃないかなと思います。まあ、トータルで、まあ、ディスプレイとか、あと 3D とかカメラとか、まあ、重量とかいろいろ見た感じで、まあ、トータル私のポイントとしては、まあ、70点ぐらいかなというふうに思ってます。まあ、今後はですね、ちょっと原神どれぐらい動くかとか、あとコメントでいただいてるですね、デレステとか、まあ、そういったゲーム検証を、まあ、次の動画で上げていきたいと思います。あと、まあ、今回発熱がかなり厳しくなるという状況になっているので、ちょっと端末を分解して冷却改造までやるかどうかはちょっとご要望が非常に多ければやってみたいなというふうに思っています。はい、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。引き続きですね、動画の方を見ていただけますと幸いです。それではまた。